皆さんこんにちは、ケンです。今日はサイクルウェアの提供がありましたので、それのご紹介になります。提供いただいたのはこちらのグローブと、今履いているサイクルパンツ、こちらの2点になります。以前私の動画でも紹介してるんですけども、アクションカメラを作ってるアカソというメーカーですね。今回サイクルウェアの事業も始めたということで、提供いただきました。ありがとうございます。紹介したいと思います。まずこちらですね、サイクルグローブになります。生地は伸縮性があって、で表面にはリフレクト素材のロゴがついております。こちらの横の部分はこのように汗を拭くのに適している、タオル生地、ファイル素材というのかな、になっておりますので、夏のライドに向いてると思います。で裏側のところっていうのは滑り止め加工と、まあ、比較的厚めなパッドが3箇所ついておりまして、ここが通気口ですね。汗や熱気を逃がしてくれるところもしっかりとついております。外すときはここを外していただいて、で外しやすいようにここですね、ここが少し中指と薬指の部分が出てますので、ここを引っ張ってあげると簡単に外すことができます。1ヶ月ぐらい使わさせていただいて、洗濯も何回かしてるんですけど、まだしっかりね、こういう風に綺麗な状態保ってますね。これがまず1点目。で2点目が下ですね。こちらのサイクルパンツになります。ビブショーツではないので、あの肩にかけるタイプではなくて、このおへその部分までとなっております。なのでまあ脱ぎやすい、履きやすい、カジュアルな感じですね。で特徴としましては、もう今入ってるんですけど、横にポケットがついてます。結構太もも付近についてるものは、まあ、ラファだったりとかイルミキとかいろいろあるんですけど、この結構上の部分についてます。で今こういう風にね、凍らせたアクエリアスとかもうすっぽり1個入りますね。でこっちには、まあ、お財布とかも入れたりとか私はしてます。ポケットは2個ついてるんですけど、さらに後ろにもついてまして、ここリフレクト素材ついてるんですが、ここもジッパーになっており、このようにウィンドブレーカーですね、私はウィンドブレーカーを持ち運んでいます。このサイクルパンツにはポケットが3箇所ついてますので、上はカジュアルめの T シャツを着てライドすることが多いです。パッドも厚めのものが入ってますので、お尻が痛くなりにくいです。今日はこちらのサイクルグローブとパンツを使ってグラベルライド行っていきたいと思います。意外とポケットに入れても全然邪魔にならないですね。結構上の方なんで、下の方にポケットついてるより、ペダリングの影響は少ないと思います。ドリンク入れてる方も同じですね。まあポケットに入れる荷物としては重い方だと思うんですけど、全然平気です。しかも冷凍してるやつ入れてるので、すごくひんやりして気持ちいいですね。これ夏とか両方にその冷凍のドリンク持っていくと涼しいかもしれない。あっても全然グラベルホストに食べるんですが、全然ありだと思います。はい、いかがだったでしょうか。こちらの商品使ってみたいなって思う方はね、ぜひね、購入できるリンク先を概要欄に貼っときますので、ぜひ覗いてみてください。お値段もね、安いのでね、お試し用だったりとか、あと室内トレーニング用とかにもいいんじゃないかなと思いますので、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。